ユン・テン・ギャツォは4世のダライラマ。ユン・テン・ギャツォは1592年にダライラマとして即位した時に与えられた名。ダライラマ4世はダライラマ3世の転生者である。ダライラマ3世は事実上の初代ダライラマであり、ダライラマ4世はダライラマとしては2代目にあたる。ダライラマはチベット仏教ゲルク派の天正像の一人であり、ダライラマ3世の時にモンゴル民族を信徒に持ったことから大きな権威を持つことになった。ダライラマ3世の死後、デプンデラを中心に作られた天正、ダライラマ創作委員会により、ダライラマ4世探しが始まった。ユン・テン・ギャツォはチベット歴牛氏の年12月31日に生まれた。ユン・テン・ギャツォはアルタン・ハーンの孫で、トゥメト族セチュン・チュークルの息子、つまり、アルタン・ハーンのひ孫である。母は、セチュン・チュークルの第二夫人ファケンヌラ。父母ともに、ダライラマ3世の弟子だった。つまり、ダライラマ4世は、モンゴル人である。チベット人以外のダライラマは現在までこの4世だけである。ダライラマ4世が、モンゴルで探されたのは、チベット僧2人の信託に基づく。どちらの信託も、ダライラマ3世の転生者はモンゴルに生まれると予言していた。セチュン・チュークルの息子が賢いとの話を聞いた創作委員会は、数え3歳の彼にダライラマ3世の生前の所有物を当てさせるというテストを受けさせ、合格してダライラマ4世に認定された。なお、この認定により、ゲルク派は、モンゴルの有力部族トゥメトの軍事的支援を受け、トゥメトは、ダライラマの権威を受けるという双方に政治的なメリットがあった。ダライラマ4世は幼児期にはモンゴルで教育を受けた。特に当時モンゴルで人気のあった密教の儀式を中心に教育された。1599年、数え11歳の時にモンゴルを離れ、巡礼しながら3年かけてチベットに入り、チベットでもラデン寺、トゥルナン寺などにしばらく泊まった後にデプンデラに入り、ゲルク派のシュザガンデンティッパの世話で受戒して、僧になった。デプンデラでは、パンチェンラーマなどに教育を受けた。1604年に、大衆の前で、ジャータカマーラーを独唱した時は、少しも、モンゴルなまりがなかったという。1606年には、当時形式的な王であった、パクモドゥパ政権の王から招待を受け、その本拠地ネドンを訪ねた。しかし、当時事実上の王であった。デパツァンパはダライラマ4世を招待せず、ゲルク派とツァン派は対立が深まった。ツァン派に近い立場のカルマ派のシャマル・リンポチェ6世は、仲介する手紙を送ったが、ゲルク派の侍従が非礼な手紙を介して、対立はさらに深まった。1611年、ツァン派の軍がラサを攻め、トゥメトの軍はチベットから追放され、ゲルク派はウーなどの地を失った。ただし、本拠地ラサはゲルク派の僧の非戦運動などが功を奏して疾患を免れた。1617年、ダライラマ4世は死んだ。遺骸はモンゴルのハルハ、モンゴルの実家トゥメト、チベットの3カ所に分骨された。ありがとうございます。